皆さんこんにちは、ヤッホーカレンです。スポーツ MC の岡田です。今週も始まりましたウィークリーラントリップ、ドンドンドン、イエーイ、イエーイ、12月でございます。はい、よろしくお願いいたします。ちょっととりあえずテンションだけで走ってみましたけどねまあこんな感じで、もう年末忙しいですか。うん、うん、12月バタバタしてませんか。バタバタしてますね、してますよね。してます、あんましてないよ。そうだ、してる顔してますよ。あんまね、お仕事なんかない人ある日、ギャップ激しく。まあそれはまあそうですね今日何もね、わかる、すっごいわかります。あるんですよ、まあまあね、週末にかけてとかね。そうそう、あるんですよ。ありますよね。まあでもね、お仕事もそうですし、家のこととかいろいろやらなきゃいけない。お掃除とかね、あるクリスマスもあるし、お正月の準備もあるし、あれやだ、ポチ袋買ってないからこれなんだこれ、はい、ちょっとコンビニにポチ袋買ってお札、ね、診察にしてとか、ね、忘れがちなんですよ。今日も元気です、まあ、ということでね、ランニングの話題を今日も、はい、今日も盛りだくさんでお届けしてまいります。はい、お届けしていきたいと思います。はい、まずはこちら、はい、東京マラソン2021の出走権が当たるキャンペーンがメトポから始まります。なんだそれ、東京メトロってこと。はい、そうなんです。メトポっていうのは、メトロポイントクラブというものをこう略してメトポというふうに言っているんですが、まあ、この会員を対象に東京マラソン2021 3月6日の東京マラソンが当たるキャンペーンが開始されます。さすが東京メトロさんですよね。スポンサードしてるっていうのも、そうですね、ここでもう大いにバーンと、はい、出走権どんぐらいですか。80名様に結構、ね、結構あるんですよね。結構当たりますねそうなんです。これ条件はあれなんですか、メトポの会員であるあること、かつこれから登録しても OK なんです。あ、なるほどね、今もすでに会員の方も OK、 これから会員の方も OK と。はい、ちなみにですね、12月12日までに登録して応募すれば OK なので、間もなくですよ。そうなんですよ、日曜日までだ。はい、はい、皆さんぜひ出たい方チェックしてみてください。いや、東京マラソンも本当に言うと3ヶ月後ですから、うん、1、2、3、そうですよ、すぐですよ。そうですね、いいですね。逆にこう今から出るぞっていう方は、今から練習始めていけばいい感じにね、流れつかめるかもしれないですね。いいです、いいです、3ヶ月あれば準備できますから。そうですよね、ぜひ東京マラソン、はい、出走権キャンペーン。続いてはですね、シューズのシューズお話でございます。新しいシューズがアディダスから登場しました、はい、アディゼロ匠戦8! いや、そう、8番目まで来たんです、たくみ戦が。たくみ戦といえばですよ、あの上級者というか、結構陸上トラックとかをね、しっかり走っている、まあ、短い距離、スピード速く走れる軽いシューズっていう、薄底っていう感じのシューズだったんですけど、はい、今回めちゃめちゃなアップデート、はい、もう見た目から別のシューズに生まれた。ミッドソールの素材がライトストライクプロ、そしてアディダスといえばあの5本のエナジー色、はい、今回はねグラスファイバーのノットが入ってるんですけど、すごいですよ。だから見た目も変わっちゃいまして、ちょっと厚底になってる感じがね、ちょっとっていうかだいぶなんですかね、これ。どういう感じっていう、ちょっと履いてみたいなって思うんですけど、これ今日発売なんですね、12月10日12月10日か、そういうことですね。でお値段もちょっといい感じになって、2万円の税込みでバンポンと上がりましたけどね、まあ、それだけ機能が盛りだくさんということで、あの新谷選手も、新谷さんがこれ女子の5キロロード、はい、単独5キロロードの世界記録も今週出たってことで、まあ、かなり高速シューズに磨きがかかったっていうようなアップデートになると思うんですけ ど、 またねレーシングシューズにテクノロジーがドンと投入されたというシューズ、ぜひチェックしてみてください。楽しみですね、はい。さあ続いては、ラントリップストアから、はい、またまたアイテムのご紹介です。来ました、来ました。本日はこちら、All you need is a long sleeve tee 2021モデルです。ボーン、これですね、いで、はい、こちらです。さあ今年もですね、このホワイトとブラック2色の展開なんですけれども、新しく変わったところがございます。まずは着丈2センチ長くなりました。ちょっとね、後で別写真を上げておきますが、着丈が、はい、長くなりました、ね、長くなりました前作と比べてね、そして袖口が 1.5 センチ長くなりました。なりました。そしてここの部分が少しね、大きくなったんですよね、ちょっと前のはピタッとした感じだったんですが、少しゆとりが持ってまくっても快適なようになっています、なるほど。つまり今全体的な着心地感がよりアップされているという、そうですね、ことですね。生地は変わらないです、変わらない、もちもち、はい、もちもちふわふわになってあります。着心地が良いというね、はい。ちなみにお値段が税込8900円です。いいですね、まあ、あの走ってもいいですし、普段着でもちょうどいいですし、まあ、これからの今の季節はこれ下に着て、上にパーカーとか羽織って、ね、そうそうそう、で走る時はもこのまま走っちゃう、うん、僕あの洗濯物減らしたいんで、はい、インナーでこれ着てるんですよ普段、おロングスリーブ、ね、はい、で
アウター着るじゃないですか、うん、で1日過ごして夜家帰ってきてこれで走るんです、うん、だからランウェア洗濯物減るでしょ、うん、これまた着替えてランウェアにしてたら洗濯物減るじゃないかねえよさ洗濯物術大事です大事ですね確かにこれ節約、ね、エコにもなるしエコです。水の量も削減できますからいやいいですよ着心地バッテリーラントリップストアで、うん、あのねあともう一個のニュースがあって、はい、あのこういうストアで使えるというね、うん、ラントリップギフトカードが12月4日から登場しました。まあ、これはあの自分で欲しいものを買うとかもそうですし、うん、あの人にこのプレゼントしてあげようって、まあ、送ってあげることもできたじゃないです か、うん、かまあ、ギフトカードお好きなものを買っていただこうということで、あそれいいですね。そうですね、4000円、6000円、1万円っていうのを、まあ、金額に思いを込めてギフトカードを届けていこうというね、うん、だってもうすぐね、そうなんですよ、あの時期がやってくるじゃん、やってきちゃった、ないぜ、なんだわいやそうホリデーシーズンですからね。いやそうですね、うん、だから好きなものを選んでねっていう愛を込めて、そうですよ、ぜひねギフトカードもホリデーシーズンにチェックしてみてください、はい、使ってみてください、使ってみてください、あの人に思いを込めて、はい、お届けでございますいやということで今週もね盛りだくさんだったんですけども、そうですね、あの一個、まあ、そのエンディングというか、うんうん、ストラバ、おストラバ、うん、ストラバがジャパンアワード2021っていうのがありまして、これ何かっていうと、はい、まあ去年もあったんですけど、うん、ストラバがストラバ上の皆さんのアクティビティのデータを統計取ってそれを発表してるんですよね、はい、この1年間2021年はどんな運動が多かったのかとか皆さんのなんていうんだろう利用率、うんうん、運動はどんな状況だったのかっていうのが発表されてたんですけど、あの2020年にも増して、はい、2021年はねよりアクティビティがぐんおーぐん増えたっていう統計が出てるんですよ、はい、ハイキングとかウォーキング、うん、まあ、こういうなんかちょっと運動強度が低いものもめちゃくちゃ増えてますし、うんうん、ヨガもね室内でね、うん、できるヨガ、ヨガ2倍になってました、2倍、まあ、でもそうヨガもやってる方も増えたし、あと2021年の5キロとハーフマラソン、おランの方ですか、こういった、はいはい、ところで自己ベスト更新した人が昨年より増えてるんですけど、うん、どれぐらいに増えたと思いますか、何倍だと思いますか、 1.1倍分かってるね、 1.8 倍なんですよ、 1.8倍、うん、すごくないこれ、すごいですね、それだけ増えてる、うん、ベスト更新ってなかなか簡単じゃないですけど、いや本当にできないですよそう簡単には、うんうん、ねえ、まあ、チャレンジしてますよね我々は、いやすごいですね、かなりこの1年でモチベーションも高まってる感じですよね、ね、やっぱりあの、うんうん、まあ、こういう状況下において、うん、まあ、運動がね全く知らなかったっていう2020年のそういう方もいると思うんですけど、どん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 活発になってきてるっていうのはやっぱりいいことですよね、うん、そうですね、健康状態もそうだし、もう心身ともに次の1年もね健康にいたいですね年末感出すねまあまあそうですね、いやもう、まあ、常に健康でいましょう、痛い本当に、そういう意味ではなんかこういう情報でラントリップを見ていただいて、うんうん、あとは、まあ、こういうことやってるんですとかこういうことやりたいんですけどこれどうなんだろうみたいな疑問を持ったことはぜひあのラントリップに、うん、そうですね、あとジャーナルの中でもたくさんね、うん、メッセージ、コメントなんかもお待ちしております。さあ、ということでこの動画が面白いなと思った方は高評価、チャンネル登録、コメント欄にコメントもよろしくお願いいたします。お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。